本日本来であれば福山大学、海生物生命工学部海洋生物学科2年の中原井さんの方から発表いただく予定ではありましたが、コロナウイルスの関係で本日ご来場いただけないということで、事務局の方から発表させていただきます。よろしくお願いいたします。私の留学先はアメリカ、カリフォルニア州サンディエゴです。8月下旬から10月中旬までの約8週間留学をしていました。留学の目的は3つありました。まずは語学研修で英語力を向上させること、加えて海洋生物を専攻しているため現地の海洋生態系について学ぶほか、サンディエゴのエコを意識した街づくりに興味があったため、それに関連した海街づくりを学ぶことでした。目標達成のためにまずは日本の漁業について学ぶことから始めました。日東製網株式会社様にお世話になり、留学前に国内インターンシップを体験させていただきました。実際に養殖場や納品現場を見学させていただく機会も設けてくださいました。私の地元には海がないため、網の製造工程だけでなく、どのような場所でどのような網を利用しているかを実際に見て理解を深めることができました。上の写真はマグロ養殖場を見学させていただいた際の写真です。給餌作業以外に網の清掃を機械で行っているところを見学させていただきました。技術開発部では付着物がつきにくくする薬の開発もされているため、薬が塗布されていることで清掃の回数が少なくなるという声を実際に現場でお聞きしました。また複数の漁場を訪問させていただくことで、地域ごとの養殖方法や日本の海の環境変化についてお話を伺うことができました。留学前後に日本の漁業と海洋環境について再確認し、学ぶことができたことはもちろん、さまざまな方とコミュニケーションを取りながら広島の人と海の魅力を知ることができた貴重な体験でした。次はいよいよ海外の水産について学ぶためにアメリカ・カリフォルニア州サンディエゴへ飛び立ちました。現地では海洋生態系に加えて陸水域の生態系について学ぶことにしました。その他に海や川を整備することで高まる生態系への影響について学びました。1週間の動きとしては金曜日以外の週4日で語学研修を行いながら、毎週学びたい分野に関連する施設を訪問していました。訪問学習先は記載の通りです。水族館や動物園、自然保護公園などに水族館のスタッフの方と訪問し、見学やインタビューを行いました。日本とは地形や海流が全く異なるため、理解するまでに時間がかかることもありましたが、全てが新鮮で本当に充実した訪問学習となりました。予想外に海まちづくりは訪問学習先で専門分野について学んでいると同時に学ぶことができました。例えば水族館です。写真は訪問先の水族館の展示の様子です。驚くことに日本のようにプロジェクションマッピングを利用するような綺麗な見た目を意識した水族館は本当に少ない印象でした。同時に現在の海の状況を再現した水族館が多いと感じました。自分たちの生活が自然に影響しているという意識が高まるから、環境を意識した事業に参加する若い人が多いとスタッフから聞くことができたので、水族館が街づくりに影響するということは新しい発見でした。飛び立てでは日本を発信するという役割も一人一人にあるため、私も活動を行いました。留学中に出会った方やお世話になった方にバラの絵を描いてもらい、それらを集めて一つの絵にしようという活動です。
バラを描いている間で福山市の町にバラが咲いている様子やバラ祭りがあることを写真で紹介しました。アメリカは身近にバラがありませんが、可憐で綺麗な見た目からバラを好む人が多かったため、もっと町の写真見せてと興味を持ってくれる人はとても多かったです。写真のようにカフェで活動を企画したのですが、この機会があったおかげで現地の友人が増え、英語で話す楽しさを知ることができました。今回の留学目標は、語学力を高め環境問題への意識が高いアメリカで専門分野について学ぶことでした。しかし同時に意識調査や現地の人と話すことで、意識が高いのではなく意識の高さが日本より少し高いだけでワースト2位だったということを学びました。紙製の製品を利用する取り組みをする場所は日本よりも多い印象でしたが、ゴミの処理システムや企業の取り組みは思いのほか少なかったです。加えて水産分野については吸収したことが数多くあり、海町づくりにもつながっていましたが、環境に優しい海町づくりを学ぶという目標達成には至らなかったため、 40% 目標達成となりました。日常生活ではアクシデントが多く、いつもできていたことができない歯がゆい思いをすることが多かったです。しかし、いろいろな場所に行く、ホームステイ先でも一人で過ごさないとルールを決めることで、日本では出会えない人や景色に出会うことができた留学になったと思います。残り 20% はもっと積極的に行動を勉強するべきだったという反省の意味を込め、自己評価は 80% になりました。今後の展望です。まずはエヴァンジェリスト活動を母校で行うことから始めたいと思っています。大学生での留学を終えた今、高校生の飛び立て生を見ると、高校時代から飛び立て留学ジャパンを知っていたら大学生活が今以上のものになっていたかもしれないと思うことがあったからです。英語が苦手だった私だからこそ伝えられる飛び立ての魅力を次の飛び立て生に伝えていこうと思います。また帰国してから広島で出会ったアメリカ人家族からベターな観光地以外を紹介する英語表記のフリー紙があると嬉しいという声を聞いた経験から、大学生が毎月更新する穴場紹介のフリー紙などを作成していきたいです。その他、空き家を利用したイベントを企画し、福山市の飛び立て生とも協力して何か形にしたいと考えています。最後になりますが、留学前から今日の報告会まで支えてくださった日東専門株式会社様や福山市事務局の方々、飛び立て生の皆さん、すべての方々に感謝を申し上げ、発表を終了とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。